はようございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日はカツオ薄削りの破砕品です。主に料理のトッピングとして使われます。特に注意するポイントは鼻の厚みです。主に料理のトッピングとして使われますので、鼻の厚みが厚くならないように注意し、料理の上に乗せた際、ふわっとした質感になるように削っていくことが大切です。次に鼻の厚みを確認していきます。狙う厚みは40ミクロンです。40ミクロンです。透明感のある綺麗な薄削りに仕上がっています。15%から16%ぐらいに仕上がっています。ちょうどいい水分です。はい、最後に鼻の形状を確認していきます。破砕の大きさもしっかりとあり、ボリューム感のある綺麗なトッピングになりそうです。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。